チェイントセイヤ、冥王復活。設定、6の機械割り 110%。6.2 号機、バトル突破型 AT、天井、AT 間2100ゲーム、コイン持ち 1K50 枚、39ゲーム、AT 純増、約 3.2 枚、投入台数、1万台。リセット初当たり調査。即当たりは204台中6件ありました。おそらく、即前兆で AT 直撃する薄い振り分けがあるんかな。さすがに狙える数字ではないかな。事前情報で CZ 突破率が 50% でしたが、リセット後は 55%、AT 後1回目は 48%、リセット後の方が AT 突入率は良かったが、そこまで大きな設定差ではない。リセット後、500ゲーム以降の CZ 当選した場合40台中、AT 突入が28回、AT 後1回目は30台中、AT 突入が10回ハマった恩恵なのかは不明だが、リセット後の CZ 天井では、AT 突入率が明らかに高い数字になった。即連狙いは 3% しかないため狙えない。狙い目は、リセット後のハマり台が狙い目かもしれない。リセット後、機械割 100% 超えらしいのでもしかするとリセット後、100ゲーム狙う攻め方がいいのかもしれない。天井情報。天井は3種類。天井期待値は AT 間1450ゲーム以上から狙います。高設定、低設定データ。大当たり履歴はブログに公開してます。AT 後、最初の初当たりが AT につながるパターンが多く見られた。直撃は荒屋敷モードの関係で見抜くのは難しそうなので、スルー回数に注目した方が良いかも。リセット後の狙いはハマっている台。あとは荒屋敷モードを見つけたら、即確保で明日も朝からリセットしてるか確認するのがいい立ち回りかも。対策するお店は多いと思うが、個人的には、リセット後の200ゲーム以降、AT 間1500ゲームハマり、荒屋敷モード点灯台、これを中心に立ち回りたいと思います。さらに詳しくは、ブログにて公開しております。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方は、いいねやチャンネル登録、よろしくお願いします。